皆さんこんぱんだ。みんなで育てるキャラフレ同盟です。2020小愛祭が始まってます。今回の学園祭はコラボを含めて53団体が出展しています。常連としておなじみのいいねプロジェクト推進委員会からは期間限定ドレスくじ、小愛祭限定くじショップにはウィッグや新作のお洋服があるよ。こちらもかっこかわいいのでチャレンジしてみてね。この一覧の URL は概要欄に貼っておきますね。どの出展団体も力作ぞろい。店番の人がいないときは廊下の自販機でチケットを入手してね。店番の人がいるときじゃないと手に入らないアイテムもあるので、ちょいちょい覗いてみるのがおすすめだよ。ステージイベントはキャラフレの外からも見られるよ。 URL を概要欄に貼っておくね。なお今回の学園祭の記録スライドも CF 同盟で制作しています。 YouTube では詳細な紹介ができないので、スライドの方を見てもらうと学園祭についてもっと詳しくわかるようになってます。創作コンテンツといえば今回コラボのシェアウィズさん、こちらはオンライン学習を扱っているサイトなんですよ。今テントで見れるのがクリックスタジオペイントを使った漫画の描き方講座です。そしてなんとキャラフレからアクセスした人限定でプロコースを特別料金で受講できるんです。まずは無料公開されている動画を見てプロコースを受講するか検討してもいいですね。この動画をご覧のあなた、漫画を描いてみませんか？小栄町からプロの漫画家がデビューしたらすごいですよね。小愛祭で賑わう学園の外、フォレストファームではコスモスが満開です。天使の泊まり木で手に入る園芸道具を使って、お花の世話をしてみましょう。1日1回できて、運が良ければコスモスのアクセサリーが手に入りますよ。2020小愛祭は11月29日、日曜日の21時までの開催です。今からでも遊びにおいでよ。この動画はみんなで育てるキャラフレ同盟がお送りしました。次の動画で会いましょう。また明日。